このコーナーではゲストの皆さんにテーマに基づいた3分間のプレゼンを行っていただきます。最後に松井君に100点満点で採点してもらって、その10倍がギャラになります。つまり、100点で1000円、0点だと0円ということでございます。本日のテーマは、男は何歳でも憧れる魅力的なヒーローたちでございなるほど。ます。はい、子供の頃必ず通って特撮ヒーローとか、アニメのヒーローたち、大人になってもヒーロー大好きな3人に語っていただきます。もヒーロー好きですか？う何が一番好きやったの？まあでも俺、悟空やな、一番好きやった。おー、ヒーローな、何やったやろ、結ヒーロー。俺局。はジャッキー・チェンかな。ジャッキー・チェいや、ヒーローやろ。ン。あれ、おっさんやで、あれ。あれよ、すごいやんか、お あれ、ヒーローって言っ前。お前、たで。ジャッキー・チェン、お前、何にも知らん、あんま知らん、ジャッまキー。あまあ、映画見たことあるよ。ほんますごいで。水拳といか。や、もうその裏側みたいな映像はいをはい見てはいんだけど、すごい。ほんま、えげつないぐらい高い時計台から、生身で落ちんねん。はい。ああ、はい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 。ほんで、首が折れんねん。えほんで、そのカットがうまいこといかんから、もう一回やんねん。えー。ええー。頭おかしいね。むちゃなおっさんやん。むちゃなおっさんちゃうわ。むちゃなおっすさん。ごいおっさんです。はい、ということで。でじもゃあアニもう。メとかのやつが出てくるのかまあ、てな、やこういうね、感そういうじことでしで。ょうね。はい、じゃあ1人目いきましょう。1人目は、NEC46 期生、芸歴1年目の和光のセシルでございます。和光のセシル、前来たかな？はい、つないでみましょう。セシル。はい、お久しぶりです。和ああ、光と久いうしコンビぶのり。セシルです。よろしくお願いします。お願いします。前回は中尾の親子丼の話。なんか、あれちゃん、秀樹はがい、もう、切出れさたせやてつもちらいゃまう。した。俺、切れた？そうですね、もうこんなん絶対美味しいに決まってるやろ、みたいな。どんなやつ反やった則ん、や俺ろ、かそれも。は、みたいな感じあ、で。そうやったっけ？こもうの分か間、らんわ、はい。俺、切れすぎて覚えてないわ。ど方ん面なに怒っ切れてすたんですぎかね。て。ちなみに、ちょっと、何について喋ってくれますか、今日は。はい、今日はですね、そのスーパー戦隊っていう戦隊があるんですけど、それのアバタロー戦隊ドンブラザーズっていう作品について、あれ？ちょっ何とそれ？ほんま？話させてもらおうかなと思ってます。何これ？なんか漫才で使うような、嘘みたいなみたいな、ちもょっう、と、は大喜利い。出した戦隊ものみたいな。じゃあちょっと早速、じゃあお願いしましょうか。ドンブラはザい、ーじズ。ゃあ、セシルの、3分間のプレゼン、お願いします。まあ、今回ですね、ちょっと話させてもらうこのアバタロー戦隊ドンブラザーズっていう作品は、まずこの桃太郎をモチーフにした作品になってるんですよ。で、こう、男性初のこうピンクがいたりとか、この普通戦隊に5人こういたりするんですけど、その5人中2人とかがこう変身した後の姿が CG やったりするっていう、ちょっと変わった作品で、今日ちょっとその中のクスヤリのちょっとメンバー5人ちょっと紹介したないるなほと思ってます。ど。はいはい。で、まずリーダーのレッド、まあ、ドンモモタロウって言うんですけど、こいつ、嘘をつけないっていう男でして、嘘ついたら死んじゃうっていう設定があるんですよ。で、その敵に、それをその、敵が、そう知って、弱点聞いたら倒せんちゃうかみたいな。で、弱点、それ、そのレッド死んじゃうから弱点言うじゃないですか。言ってレッド15で殺されます。これ何がそれ？ドンブラザーズのレッドです。で、次、そのイエローは、その唯一の女の子の鬼シスターって言って、鬼なんですけど、桃太郎軍側の仲間のなるほどな。女の子なんですけど、この子人気漫画家なんですけど、その高校生で人気漫画家なんですけど、盗作疑惑かけられて、学校で盗作って呼ばれてる女の子です。どんな設定やねん。で、次、何ブそれ？ルーのサルブラザーっていう、こう、猿の天使なんですけど、俳句好きで、で、生まれてから今まで一度も働いたことない男なんです、この男。27歳とか、そんくらいなんですけど。で、なんで働かないかって言ったら、金がなくても空想の力で、その生活を豊かにしたいっていう考えの人で。だから、ご飯とかも、その空想の料理でお腹を満たしているホームレスの男がブルーです。何その足し算？出で、しすぎやろ。次、ブラックが、犬ブラザーって言って、こいつが変身した後の姿が、その CG なんですけど、100センチの犬なんです、こいつ。で、こいつは恋人を助けるために、無実の罪を着せられて、指名手配に犯にされるんですよ。懸賞金100万の。犬やで、か？最終的にその恋人を助けることできるんですけど、その助けた後に恋人に振られます。かわいそう。せっかく助けたのに。そうなんです。せっかく助けて振られちゃうんです。で、最後、そのもう一人、ピンク、初の男性ピンクの、
キジブラザーっていう、こいつも CG なんですよ。変身した後の姿が。うん、で、こいつ2メーターあるんですよ。キジのでっかいピンクで。キジなんや。人間じゃないんや。変身したらそのキジになるという設定です。うんね、で、普段はサラリーマンで働いてるんですけど、うん、こいつ、ほんまに根っからのサイコパスで、急に自分でその怪人顔について怪人になって、味方を倒しに行ったりとか、この、ブラックがその指名手配犯ってさっき言ったんですけど、その懸賞金100万を取るために、警察に打って、その100万もらったりする、うん、最低な男がピンクなんですよ。何そうで、こんな5人がどういうふうにちょっとストーリーが進んでいくとか、うん、どんなふうにこう地球守っていくのかっていうのをちょっとね、お二人にぜひ見てもらいたいなと思います。なるほど。以上です。ありがとうございました。へえ、すごいな。え、これ日曜の7時半とかにやってるやつ？これ日曜の朝にやってて、行ってからめっちゃ苦情とかも来たらしいんですよ。そりゃそうやろ。そうなんか。マンネリ化したちょっと、なるほどな、作品をちょっと変えたいという作品だったらしいんですけど。点数じゃあいきますか、うん、じゃあ点数お願いします。20点低い !20!20! ということで、セシルには、点数の10倍の、200円を差し上げたい。200円!200 円ですか、あれもかっこよくなかったやん。俺言って、俺悟空やん。まあ、そうやな。何嘘ついて。いや、だから、で15話でレッド死んで。レッドは死んでおらんくなるの、もう。なんかでもその敵が、うん、やっぱそんなことして倒しても勝ちにならんって言ってレッドを生き返らせます。敵が主人公みたいな敵がなんかその本心これネタとしてはさ100点やったのね。まあ確かに、なんか全部ボケでツッコミがあんのかのような。まあ確かにな、一人一人の個性あって。あ、何その話、それ気持ち悪い。どういう、どうなんのそれって。確かに。もう終わってんねんな、それは。いつも終わってます。2年前の作品ですね、これ。最近やん、めっちゃ。まあ、ピンクが男性やるとか最近か、それ。まあ、そうやな。そういうのもちょっとあって。苦情は殺到したけど、人気やった、これは。逆に大人にめっちゃ人気やったんです。そういうことか。結構、昼ドラ的な恋要素とかもこれ入ってて。ドロドロの。いや、見てみたいな。その、話が、その、凝りすぎてて、バトルシーンが5分しかないんです、毎回。いや、そりゃそうやろ、設定入れすぎてんねん。設定がえげつないから、もうそんなことより、まとめだからちょっと、大人に見てほしい天体かもしれないですね、こう。いや、なんかその、桃太郎でピンクが生地とかもキモいしな、その、まあ、わかるけど、赤がリーダーなのは。まあ、でも桃太郎やったら桃太郎だ、ピンクがヒーローですよ。せやな、それでいいのに。まあでも、そのピンクがリーダーやったら気持ち悪く見えんのか。いや、その意味わからん。そのなんか、あれって1年間やってる？あれ1年間ですね、トータル。1年間で毎週日曜日やから何話ぐらいある？50話ですね、全部。50話だよ。めっちゃ量ある。そうです。まとめんのだけで終わりやもん、そうです。しかも44話まで誰が誰とかも分かってなかったんです、これ。そうなん？正体が。正体分からんねん。みんなで変身するとかじゃないんですよ。その変身アイテムはおのおの持ってるけど、その敵が出てきたらそこに召集されるみたいな。なんで、誰が誰か分かってない状態で。へぇー。セシルはこの戦隊ものが好きな。いや、このなんていうんですか、特撮ヒーローが僕好きですね。この仮面ライダーやったりとか、スーパーヒーローやったりとか。戦隊もの好きな人。電王とかめっちゃ好きやったんじゃん。あ、だから電王とかめっちゃ好きですね。世代。電王はな、話がめっちゃおもろいっていう。佐藤健君のやつや。そう。ああ、そうです、そうです。見てたな、電王は。いやいや、話おもんなそうすぎるやろ。ドンブラザーズ。いや、これ、名前もめっちゃいいな、でも。激ハマりしちゃいますから、これ。なんちゃらレンジャー、なんだ、ドンブラザーズ。おもろい。それがまず意味ない。兄弟という設定じゃないんやろ、だって。確かにな。ドンブリなんかなと思うよな。ドンブリヒーローって。その、ドンブラザーズ。ドンブラザーズやったら。太郎だけやね、要素。桃太郎。なんかめっちゃ、めっちゃ、ドンブラザーズのドンブリ屋さんありそうやし、ドンブラザーズ。ドンブリ屋さん。まずそう。ドンブラザーズの。スタミナ太郎みたいなこと。そうそうそう。そのニュアンスやろ。いや、でも、200円です。200円ですか？いいの落としてな。いや、なんか見る、なんかその、話どんなんやろとは気になったな。めっちゃ面白そう。ヒーローとして全く動かないから。めっちゃ面白そうやった。ということで、セシルありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうね、おもろかった。また来て。はい。よろしくお願いします。ありがとうございました。お疲れさん。では。
セシル、こんなおじさんみたいな見た目だったっけ。なんか一瞬、リュウジさんに見えるし。前田リュウジさん。確かに、な顔と髪型とな。いや、いいですね。ということで、あ、お便り来ております。ラジオネームサンサンサンライズさんから、松井さん、秀樹さん、こんばんは。10月になったのに暑かったり、温度差があったり大変ですが、いかがお過ごしですか。職場に後輩ができました。最近よく聴いているこの曲をリクエストさせていただきます。ということで、いや、本当にね、残暑が後輩ができたよということで。おぉ、はい、もうじゃ大変ですよ。こき使いまくってください。ちょっとやめてください。はい、ということで、サンサンサンライズさんからのリクエストでございます。ニュースで、チャンカパーナ。NSC ラフラフアワーでは、フワチルの皆さんからのリクエストもお待ちしています。メールアドレス、lrh@esfm.jp にメールを送るか、X でハッシュタグラフフワでつぶやいてください。それでは続けて2人目いきましょう。2人目は、NSC45 期芸歴2年目のピン芸人、田所和則でございます。それでは進みましょう。田所。よろしくお願いします。お願いします。田所は初めてですか？初めてです、ね。そうですね、初めて。初めましていただきますけども。田所はピン芸人なの、ずっと。あ、そうですね。はい。なんか、不本意なんですけども。不本意な、コンビ組みたいんや。コンビ組み、ずっと組みたいんですけど。なかなか相方を選べずという。そうですね。はい。なるほど。いいですね。あの子、実家それは今。いや、4人でルームシェアしてまして、芸人仲間で。なるほど。家感がめっちゃいいですね。確かに、襖だらけの部屋に住んでますね。はい、上、襖あるパターンや。上の、あ、ほんまや、上に襖ある。そうなんですよ。これ便利よ。あれいいよな。あれええわ。めちゃくちゃいいです。あれこそザ実家って感じです。ほんまやな。え、何人、まあな、まあそうやな。何人です。何人でルームシェア ?4 人あ、僕含め4人ですね。仲いいルームシェア。確かに。まあそうですね。ルームシェアって感じ。大丈夫や。うん。僕はルームシェアのメイトにブチ切れてはいますから、ね。メイト、はい、ルームメイトのメイト、はい。仲良くね、やってください。はい。はい、ということで、今日、何について喋ってくれますか？今日はですね、うん、店頭に並ぶ、子供用とは違う、予約注文限定の大人用の変身ベルトでございます。仮面ライダーの。仮面ライダーの変身ベルト。仮面ライダーの。そんなんね、大人用とかね、はい。なんかほんまガチのやつよな、多分。え、じゃあほんまに変身できるってこと、ね、ほんまに変身できるか。できへんの。少年ハートがすごいじゃない。いや、まあじゃあちょっと早速、じゃあプレゼン聞きましょうか。はい、じゃあ田所の3分間のプレゼン、お願いします。お願いします。まずですね、まあなぜ今回この大人用の変身ベルトをお二人に紹介するかと言いますとですね、はい、うわ、懐かしいなーとか、なんか、うわ、やっぱいいなーみたいな、この懐かしいものをこう手にした時、特有のなんか、嬉しさというか、うん、そういうものをぜひ、お二人に味わってほしくてですね、今回これを紹介するんですけど。はい、とかの感覚ね、そうですね。で、子供用を、また買い直すとはまたちょっと違う、まあ、見た目はほぼ一緒なんですけど、やっぱ大人用の方がすごいっていうところを、今回、大きく3つに分けて、ちょっと紹介したいと思うんですけれども、はい、まず1つ目は、うん、素材が大人用なんです。どういう使われてる素材、はあ、お店で売られているようなやつっていう仮面ライダーのベルトっていうのは、うん、まあ子供用なんで、まあなんか振り回したりとかする可能性があるんで、うんうん、例えば尖ってる部分は柔らかい素材でできてたりするんです。なるほどな。はいはいはい。はい、対象年齢もまあ3歳以上なんで、割と軽めの素材で作られてたりとかして、うんうん、だからよく見たら、なんか本編とベルトがちょっと違うみたいな。あ、そうなんだ。っていうのがあるんですけども、この大人用っていうのはまあそういうのを、配慮がいらないので、うん、実際の金属が使われてたりとか、そう割と、そうですね。重厚感が、はい、しっかりあるような。それ確かにテンション上がりそうな、はい、思う感じ。いや、うわ、やっぱなんか、テレビで見てたやつや、主人公が持ってたやつやわっていう、このなんか、懐かしさの感動というか、はい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 、そういうのがまず味わえるのが一つ目なんです。うん、で、次、二つ目なんですけども、やっぱ変身ベルトの醍醐味っていうのは、やっぱ変身再現というか。やっぱ変身再現、はい、こう巻いてみて、うん、主人公と、同じポーズでこう変身してみたりとか、はい、はいはいはい。っていうのがやっぱり、醍醐味なんですけど、やっぱ子供用ではできないんですけど、できるのが、できる。ウエストが入らない。
ああ、なるほど。子供用だと。そういうことね。二つ目は、サイズが大人用になっている。なあ、それ大事だ。で、割と僕結構細身なんですけど、でも僕でも負けないので、あのね、だから多分そうなんですよ。だから大人用やったら、ほんま、片岡鶴太郎さんぐらいじゃないと、多分負けないんで。ヨガしとかの無理やな。そうなんですよ。ヨガしとかの無理やぐらい。なんですけど、大人用の変身ベルトっていうのは、このあのショルダーバッグの、あの、調節するみたいな感じの。ああ、なるほどな。カチャンが。そうですよ。ガチのカチャンだね。でも、松井さんはもちろんなんですけど、うん、秀樹さんでも、もう十分巻くことができる。あ、ほんまそれ。すごいな。俺、おらんで、このタイプのカメラ。このタイプ一枚もないやん。こんなやつが街守れるわけもない。鍛えろやでも、そんなやつでも負けるぐらいの。そうなんです、負けるぐらいの。なれるそうなんだいぶ醍醐味で。実際つけてみて、うわ、やっぱなんか、子供の頃思い出すな、みたいな。やっぱいいな、みたいなのを。味わえる。で、これが二つ目です。はいはい。で、最後三つ目なんですけど、これがやっぱ一番すごいんですけど、まあ、子供用のベルトっていうのは、まあ、変身遊びができるだけなんですよ。まあ、これ普通なんですけど、まあ、大人用っていうのは、あの、このオープニングとか、エンディングとか、劇中に流れてる、この対戦中の BGM とか、なんか感動シーンの BGM とかっていうのが、劇中に使われてるいろんな曲が、このベルト自体にも入ってるんですよ。収録されてる。だから、うわ、うわ、これなんか戦って、これ激アツの BGM や、みたいなのとか、できたりとか、あと、主要キャラの、セリフが収録されてるんで、例えばですけど、この主人公のセリフ流して、で敵キャラのセリフ流して、で、その激アツの BGM をこう鳴らして変身みたいな、自分が一番思い出に残ってる、なんか変身シーンみたいなのを、それが大人ですね。なんか、そんなことですか。なんて言って、再現して、うわ、懐かしいわ、みたいな。お前、お前何してんの？いやいやいや、DJ みたいな。っていうのをですね。が、変身ベルトでできんねん。それがもうそうですよ。大人用の変身ベルトだとできるんですよ。はあ、なるほど。はい、で、これまあ、その3つ目の何が大人用になってるかっていうと、あの、値段が大人用になってる、うん。ああ、なるほど。まあ、もうこれあの、まあ、ものによるんですけど、だいたい、まあ、3万から5万ぐらい。うわぁ、たっか。するんですよ。か。いらない。なんかこう。いや、でも。いい革靴買えんじゃん。いや、でも、でも。マーチン買える、まあ、昔の、あれ思い出すとか。まあ、要は、もう、タイムマシーンみたいなことな。まあ、そうか。タイムマシーンって考えてるやつもな。ドラえもんのタイムマシーンっていうのは3500万するんです。あ、そうね。ほんまの。大体、調べて。大人用で、それは。これは大人用で。これ全世帯用のドラえもんのやつは3500万ぐらいするんですけど、これやともう3万とか5万で買えちゃうタイムマシンが手に入るという。なるほど、なるほど。以上ですか、はい、以上です。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、じゃあそれで、つにくん点数の方お願いします。正直どう ?90 点。おぉおぉということで、田所には点数の10倍の900円差し上げます。いや、ありがとうございます。もう前半で献身できへんって聞いて、もう絶対無理やと思って。で、2個目まで聞いて無理やけど、3個目なの BGM 流せるか。俺欲しいわ。そういうのは子供がやったら可愛いね。大人がやったらもう街の変なやつや。そんなやつをこんなもんを売るから街に変なやつがいっぱい出んねん。お前じゃそれ。いや何してんねん。そこが魅力的やな。大人になってベルト3万5万出して買って音流して変身のふりしてアホすぎ感動シーン感動の音楽流しながらもうお前も敵だけどよってそせめて飾るよとか、まあ、な実際に完全に実際に使った素材とか、うん、でもないや中に CD みたいな入れてるんだよ。すごいな。大人子供や。ああ、まあ、ほんまそうやわ。え、持ってんのちなみに。あ、持ってます、持ってます。でも、ちゃんと飾れるように、なんかもう、
その見た目、箱からだいぶこだわってあって。なるほど。まあまあまあ、それを言うそうなんてですよ。それを言わな、その、変すぎ、やばすぎるで。音鳴らして、あの時のシーン。それってさ、一人でやんの？あ、一人でやります。え、やってんの？ちなみに、田所は。一人でやってますよ。最高やわ。もっとお前フルネームでやんそう芸名にすんのやめえもん。変な名前とかつけ。やばすぎるから。お前でもほんま仮面ライダー好きな人ってやるよな。あの変身みんな覚えてるやん。あやるな。テンテラテンアンキの。ああ、そやな。めっちゃ細かいとこまで覚えてるやん。何がええねん。いや、おもろいな。いや、でもすごいけどな。見たいわ。ちょっと見てみたい、この大人用のやつを。そんなゆっくりやばい子供みたいなやつが喋ってた。やばい。やばい子供やな。いや、まあまあ、ちょっとおもろかったわ。おもろかったところ。ありがとう、だところ。あ、ぜひ買ってみてください。あ、今しません。ありがとうね。ありがとうございました。ありがとう。また来て。あ、お願いします。ありがとうございました。ありがとうね。いやー、おもろ。アホやな。なんか意味なさすぎるからな。なあ。でも、ほんまに、それ需要あるでやん。3万、まあ。あるんちゃう？ほんまに好きな人は好きなんちゃう？テンテラテンアキラが持ってたの。ジュニア用やったんどっちやん。そうな、あいつ持ってたか。あいつめっちゃ持ってた気がする。もうテンテラテンアキラ話すのもうやめよう。あいつも吉本でもなくなってんねん。やめてくれよ、俺も。嫌いやねん、俺。すいません。テンテラテン友達。仮面ライダーやからさ、まあね、あいつが、はいまあ、そうやからさ。まあそうですけど。ということで、面白かったです。面白かったですね、ただころ。曲聴いていただきましょう。これは僕が選ばせていただきました。関取花で、明大前。NSC ラフラフアワータイムギバーの2人でお送りしております。それでは最後3人目いきましょう。3人目は NSC44 期生芸歴3年目の、なにわモダン花壇のボヒゲスでございます。それでは繋いでみましょう。ボヒゲス。えぐいタイミング。ズーム止まったよ。え、あ、ほんま。あ、ありがとう、ありがとう、こいつ。ほんま。しょぼけてんのに。ボイゲース。バイゲス、バイゲス。ちょっと待ってくれ。なんや、その格好は。これはね、あの、今日ちょっとね、あの、紹介する用の格好というかね。その二つくくり、なんその、恐ろしいな、やっぱこういう見た目のこういう格好。恐ろしいよ、もう顔とかもやばいねんから。じゃあもう、あれなんですよ、相方のせいで。そうやろ、その相方の、おとみが毎回めっちゃボケて、はい、でも、それはなんかめっちゃそのさ、ちゃんとさ、アイドルとかおもろかって。なボヒゲッソ。これはどう、今処理するか、今は無理か、今処理していただきたいです。今処理したいねんな。じゃあそれ何なんそれは何これあの、一応あのね、今日紹介するその僕のヒーローアカデミアの、はいはいはい、オールマイトの髪型をしようとしたんですけど、うん、あのなんかあの思いのほか髪の毛がその長すぎて、うん、なんか立たなくて、あ、確かにね、か立てようと思った、ほんまその、うん、気持ち悪い、やばいって、その。やばい、なんでこんなお前、その、コーナーティーみたいな。この青の T シャツ。真っ青の T シャツなんだ。この青の T シャツってやばいな。これも、キモいなものこれも一応そう、オールマイト。キャラクターや、そういうことか。よかった。あ、なるほどな。俺は知らんから、はい、ヒーローアカデミア。ベジータしか似合わへんで、それ。ほんまやな。上からなんか、ね、プロテクター着ない意味わからへん。ね、そのな、別にええねん。音見がボケやろ。ほんで、ボケがツッコミやろ。ツッコミです。無理すんなって、もう、その無理やねんから、俺らみたいな、そのおもろいことできんツッコミは、おもろいことしようとして無理やねん。でも、やっちゃう。やらんと。こっちの気持ちだって考えろ、お前。いいスピリッツや。意味わからん、ボケされてよ、お前。あとね、あれなんです、前回触れてもらえなかったんですけど、その、ボヒゲスって言われたら、うん、僕、あの、ボヒゲス、ボヒゲスって、その、2回繰り返さなあかんみたいなのもあるんですよ。うん、あ、そうなんや。そうなんですよ。あるんですよ。知らんからね。ボイゲスって言ったら？ボイゲス、ボイゲス。ああ、なるほどな。だからボタンみたいな感じで。はい。ボイゲスって言ったらそうなんねや。ボイゲス、ボイゲス。ああ、なるほどな。はい。そんなお前大変じゃん。でもその街でボイゲスそれやってた。ボイゲス、ボイゲス。あ、でも街でたま、ほんまに、この前なんか NGK の前らへん歩いてたら、ほんまに知らん男の人にボイゲスって言っていただいて。マジで。でもそのずっとやってるからすぐ反応できました。なんかボイゲス、ボイゲス、そんなできてんねや。ボイゲスで、ボイゲス、ボイゲスやらせてもらいますよ。
いや、それはでもほんまやり続け、それは。うん、もういいし、もうほんまに、僕、これだけで平場とかずっとやってるんで。一年間。ボイゲス、ボイゲスだけで。ボイゲス、ボイゲス、ボイゲス、ボイゲス。二回言ったら二回言うよ。二回言われたらね、ちゃんと返さないとダメ。まあじゃあ、はい、早速じゃあとりあえずこの紹介してもらえますか。はい。はい、今日は何について喋ってくれますか。はい、はい、今日は僕のヒーローアカデミアです。はい、なるほど。まあ有名やし、はい、めっちゃ人気というのはね、うん、よく聞きます。この感じでほんままっすぐやるんかい。俺見たことない。俺もないね。めっちゃ人気らしい。めっちゃ人気よな。まあ、ちょっとプレゼン、ほんまにプレゼン頼むわ。確かに。あ、本当ですか。まあ、逆に嬉しいです。その聞いて、あの見たことないっていうのは。あ、ほんまやな。確かに、やりがいあるな。はい、じゃあ、やりがいあるな。じゃあ、ボヒゲスの、はい、3分間プレゼンお願いします。ボヒゲス、ボヒゲス。あ、くそ。ね、うん、まず、うん、あの、お二人にとって、そのヒーローとは、そのヒーローとはどういうものでしょうか。ああ、なるほど。どういうこと、はい、僕は自分を犠牲にして他人を助けるという。なるほどね。あ、自分を犠牲にして他人を助ける。がヒーローではない。ああ、なるほど。確かに、そう、悪を成敗する。うん。まあ、それがドラゴンボールですか、違った。松井さんの意見、かなり、そのいい線いってます、それ。あ、ありがとうございます。はい。秀樹さんは俺はですか、じゃあ、なんやろうな。まあ、だから、ほんま強いやつ。あ、強いやつ。そう、強いやつがヒーローやと。強いやつっていう意見が一番ちょっとずれてるかなと思います。ずれてるかなと。黙れ、喋れ。お前の喋れよ、喋れよ、お前は。ちなみにね、お前じゃずれてる。この僕のヒーローアカデミアで、そのね、ちゃんと語られてます、そのヒーローとは。あ、そうなんだ、なるほど。そうなんです、ヒーローとは、助けを求める声に動き出すことができる人っていうね。ことなんですけども、まあ、早速じゃあその僕のヒーローアカデミアのちょっとあらすじを話していきたいんですけど、うん、そうです、約ね、人口が約8割あの個性っていうね、うん、その超能力のことなんですけど、うん、その個性を持っている社会で、うん、主人公の緑谷いづくっていう、あの、うん、みんなにはデクって呼ばれてるね、デクの子みたいな感じでデクって呼ばれている主人公がいるんですけど、うんうんうん、その主人公が無個性なんですよ。その2割の能力を何も持ってない。はいはいはい。はい。それで、あの、うん、やけど、なんか一番ね、その僕が今やってる格好のオールマイトっていうスーパーヒーローがおるんですけど、うん、に憧れてて、うん、で、どうしてもまあなんかなりたいな、ヒーローかっこいいなって言ってるんですけど、うん、まあまあ無個性やし、どうしようかな、みたいな感じで、うん、学校、中学校の時に、そのクラスメイトで、うん、まあいじめっ子の爆豪勝樹っていうね、うん、あの個性がその手、あの汗を爆弾に変えれるというか、もうめちゃくちゃエリートの、うん、なんかいじめっ子のそのエリートのクラスメイトがいるんですけど、そいつにいじめられてて、うん、でもね、ある日その爆豪っていうやつが、うん、あのヴィランって呼ばれるその敵に遭遇してしまって、うん、敵というかまあ犯罪者ですね、町の、うん、犯罪者に遭遇してしまって、で人質として捕らえられてしまうんですよ、うん、それでその時にあのまあ、言うたら普段いじめられてるのに、うん、なんかそのデクはあのもう助けないとってなって、もうみんな、うん、みんな周りはあの動かずにね見守ってる中、デクだけ飛び出して助けに行って、うん、でその瞬間にあのちょうどオールマイトが来たんですよ、うんうん、であのお前はとてもなんか勇敢やみたいなね、うんうん、でそのあの、君はヒーローになれるって言ってくれるんですよ、オールマイト、うんうん。はいはい。はい。それで、その時に、そのオールマイトっていう、あの、スーパーヒーローの能力が、うん、あの、人に譲渡していく能力なんですけど、そのスーパー、その力をどんどんと、うん。で、それを主人公に渡すんですよ。で、そっから、その、あの、スーパーヒーローたちがよく輩出される、あの、雄英高校っていう高校に、うん、あの、入って、そっから、まあ、その仲間たちと敵を倒していくっていう物語ですね。なるほど。はい。結構面白いです。ね、うっそそっから、ね、お前の独自の意見はお前がおもろいと思う理由とかは、いや、結構面白いってみんな言ってるよ。それおもろいのは知ってるよ。そのね、その独自の理由もございます、それは一応。ありますか？はい。その、あの、ヒロアカのおすすめしたいところなんですけど、うん、そのね、やっぱね、各キャラクターの過去とかね、うん、その最後までちゃんと描いてて、うん、もう正直その主人公以外のメンツも、なんか
応援できるというか、もう誰が主人公いいぐらいの内容なんですよ。もうなんかバックグラウンドが結構悲しいやつもいたり、なるほどね、もともとその個性が大嫌いで、ね、もう大嫌いでもうなんか、もうヒーローとか憧れてなかったけど、どんどんね、その個性を伸ばしてって、ヒーローを目指すみたいなやつもいたりみたいな。へー、そうなんや。あと、あとね、あの、ヒーローのおすすめポイント、名言が多いっていうことですね。ああ、それいいですね。確かに。これがね、スラムダンクとかもね、うん。そうなんですよ。やっぱ臭いけど、臭いけど、やっぱ名言っていいじゃないですか。いいな。はい。で、僕が、ちょっとね、うん、あの、これ紹介したい、その名言が、うん、あの、モノマネイトっていう、モノマネの個性を持ってる、あの、人の個性を、うん、盗んで、うん、まあ、盗んでというか、まあ、同じ、なんて言ったらいいんやろ、モノマネを説明できない、今、僕は。マネできんねや。その、コピーできんねや。そう、あ、そう、一番それが言いたかったんですけど、コピーをできる、コピーできるやつがいるんですけど、それって言うたら、主役級じゃないというか、脇役やんって言われてるやつの名言なんですけど、はいはい、誰もが他人の人生の脇役であり、自分の人生の主役なんだっていうね。ああ、ええやんか。これめっちゃいいですよね。めっちゃいい。そんなんが欲しかった。うん、そう、うん。説明不足でした。ぼ、なんだろう。ぼ、説明不足。レ、リゼンだろう。で、あの、まあ、これともう一つね、もう一つ紹介したい、その名言がございます。あ、名言聞きたい。あ、はい、そう、名言じゃあ、それ、それ、それ、ラストね。これラスト、これラストで、うん。はい、行きましょう。その、真相ひとしっていう、こいつも、うん、あの、普通科の、こう、あの、普通科とかヒーロー科があるんですけど、その、UA 高校、うん。普通科の方におるやつで、うん、個性が、その、なんやろ、人を操るというか、洗脳なんですよ。で、その洗脳って、もう、悪役やんっていう、犯罪者とかの、ね、ちゃんって言われてるやつが、うん、あの、やっぱりヒーローにどうしても憧れて言ったセリフなんですけど、うん、その、わかんないだろうけど、こんな個性でも夢見ちゃうんだよっていうね。ああ、なるほどな、うん。で、こいつは努力してヒーロー科に転入しました。うん、もう、そんなやろ。普通科からでね、ヒーロー科転入するっていう。もう無理。終了。あ、いやいや。以上ですか？以上です。はい。ということで。はい。なるほどな。はいはい。じゃあ行きましょうか。時間もあれなんで。はい、じゃあ松井くん、はい、じゃあ点数の方お願いします。10点なんでお前さ。お前さ。まあ一応、10倍の100円を差し上げたいと思います。じゃあもうお前、絶対あったよ、もっとなんか。いいの。なんか最初のなんか緑屋伊豆デスク、黒源田坊主みたいな。誰やねん、もう。そこら辺でも終わってよ、なんか。そやねん。説明が足りなかったです。分かる、だからそれ、うん、こいつの今コスチュームしてるキャラクターがめっちゃ憧れたんやろ、憧れられたんやろ、はい、憧れられた、めっちゃ強いんですよ。もうこいつが今やってるから、なんで憧れられんねん。ブレてブレてる。いや、一番憧れられるキャラクターなんですけどね、これは。あ、そうな。いや、まあでも、なんか名言とか良かったけどな。いいな、名言とか好きやね。それもっと欲しかった、名言のニュアンス。もっと名言で攻めればよかったです。そうよ、もうあらすじとか別にどうでもええから。ね、なんで大体のニュアンスで分かるやん、その、ほとんどのやつが能力持ってる世界で、そいつらがヒーローになるための学校の話みたいなことやろ。はい。そうだ。2秒で言ってた。せやで。こいつコピー出てなかった。そうコピーの、もう前を今ちょっと説明ができないんです。コピーだ。コピー、そうそうそう。それ分かるで、それだけで。お前、いや、お前、どんどん無効せえや。こんな僕でもヒーローになりたいんですよ。なれるか、お前。なれへんわ。で、いいというヒーローに。ありがとう。いや、ということで、いいです、ありがとう。はい、ボイです、ま、ありがとうございました。いいですね、ありがとうね、ありがとう、わざわざ。ボケもありがとうね。ありがとう。いやー、よかったですね。ということで、スリーミニッツプレゼンはでした。ありがとうございました。本日は、ヒーローの、プレゼンということで、はい、僕、あんまり特撮とか知らないんだけど。でもその仮面ライダーしか見てなかった。仮面ライダーも2個ぐらいしか見たことないから。まあ、セシルと田所も良かった、うん、田所も良かったね。ボイエスおもろすぎた。生で会いたい、ボイエス。確かに。早く会いたいな。本当に楽しかったでございます、はい。あなたにとってヒーローとはどなたでしょうか。あなたも誰かのヒーローになれるように。それでは、良い一週間。See you.